とのみ呼ばれることも多いエレオノーラ・ドゥーゼは、ロンバルディア州ビジェイバノに生まれた。父と祖父が共に役者であったこともあり、彼女は4歳にして一座に加わる。彼女は、サラベルナールの当たり役をイタリア語で演じて、有名になっていった。貧困のため、初めのうちの彼女は、休みなく、働かざるを得なかった。ヨーロッパで名声を博してから、南アメリカ、ロシア、 ヨーロッパをツアーして回ったが、彼女の名が知られていない土地を訪れた時も、そこを去る頃には、国中からの称賛を浴びるようになっていた。この頃から彼女は、とりわけガブリエーレ・ダンヌンツ用の戯曲に、しばしば出演するようになる。1879年、ナポリで、ジャーナリストのマッティーノ・カフィエロに出会い、急速に恋愛関係になる。しかし、一年もしないうちに彼は、 彼女の元を去ってしまうが、ドゥーゼはその時妊娠中であった。赤子は生後間もなく死んでしまい、その後間もなくカフィエロもまた死んだ。その後ドゥーゼはチェーザレ・ロッシの劇団に参加し、そこで俳優テオバルド・ドケッチと出会い、二人は1881年に結婚した。1885年までに一人の娘を設けたが、しかしドゥーゼが、 フラビオ・アンドーという別の俳優と不倫関係に陥ったため、この結婚は破綻した。エレオノーラ・ドゥーゼの肖像画。フランツ・フォンデンバッハ室この頃には、役者として油の乗り切っていた彼女の人気は上昇し始めていた。ドゥーゼは、南アメリカをツアーし、帰国した翌年には、自身の劇団を立ち上げた。1895年に彼女は、ダヌンツィオの元を訪れ、 共働きして、仕事に取り組んでゆくうちに二人の間にはロマンスが芽生えていった。しかし、ダヌンツオが、使徒の主役を、ドゥーゼではなくサラベルナールに与えたため二人は猛烈な、大喧嘩をし、ドゥーゼは、ダヌンツオとの関係に終止符を打った。ダヌンツオが彼女のために書いた戯曲は4本残された。名声が高まりゆくのを歓迎したサラベルナールの外交的な性格とは、 対照的にドゥーゼは内向的かつ個人主義的で芸術家肌の演技によってしか事故を語ろうとはしなかった。この交代賞の二人は長年にわたるライバルであった。この二人がロンドンで数日と間を置かずに同じ劇曲を上演したことがあるが、両方を感激する機会を得た人物の一人にバーナード賞がいる。賞はドゥーゼの方を高く買い、 電気作家の F ・ウィンワーにも引用された断固たる、三字を曲げなかった。1896年、ドゥーゼはアメリカでのツアーを大成功のうちに収めたが、時の大統領クリーブランド夫妻に至っては、全公演に足を運ぶほどであった。クリーブランド夫人は、一回の女優のために茶会を催すという過去に、例のない名誉をドゥーゼに与え、ワシントンの社交界に衝撃を与えた。 1909年にドゥーゼは舞台を去るが、その頃彼女は、イタリアのフェミニストであるディナ・ポレッティと、同性愛の関係を持っていた。ポレッティはそれ以前に、作家シビッラ・アレラーもとも同様の関係にあった。二人は別離までの二年間を、フィレンツェで同居して過ごした。ドゥーゼの電気作家エフ・ウィンワーは、ドゥーゼはほとんど化粧をしなかったが、道徳的な装いをまとっていた。言い換えれば、 自分の性格に潜む内的な衝動や悲しみや喜びが自分の体を表現のための媒体として用いるが、ままにさせておき、それはしばしば彼女自身の健康を損なうほどであった。感情を伝達するために規制の表現法を用いていた、それまでの俳優に対して、ドゥーゼは先駆者として新しい表現を生み出した。 彼女が自己の滅脚と呼んでいた技法で自分の描き出そうとする登場人物の内面に心を通じ合わせ表現を自ずから湧き起こらせるというものである。その経歴を通じてドゥーゼは若い俳優や女優を援助したことで広く知られ尊敬を勝ち得るようになった。ドゥーゼから影響を受けたと自認する様々な優れた芸術家の中にはモダンダンスの先駆者、 マーサグレアムやイマジズムの詩人エミー・ローエルなどがいる。1923年7月30日、ドゥーゼは女性としては初めてタイム氏の表紙を飾った。彼女は1909年に一度引退しているが、1921年にはアメリカとヨーロッパで契約を結んで舞台に復帰している。ドゥーゼはアメリカツアー中にペンシルベニア州ピッツバーグ、 ホテルシェンリーのスイートルーム524号室で65歳にして死去した。ホテルシェンリーは現在ピッツバーグ大学のウィリアム・ピット・ユニオンになっている。ありがとうございます。